メンタルエステスクールホリスティック手相講師の浅野と申します。本日は皆さんに、手相を見るときのワンポイント、簡単なワンポイントをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。私が皆さんにお伝えしているのは西洋手相術です。これは、西洋占星術の理論がベースになっていまして、今世界中、日本でもそうなんですけども、最も広く用いられているもので、これを覚えておけば皆さんどこに行っても手相を見ることができます。今日はここまで。スクールについて詳しく知りたい方はぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。